械工学課程機械工学専攻には4つのコースがあり、機械システムデザインコース、材料生産加工コース、システム制御ロボットコース、そして環境エネルギーコースがあります。私が研究するロケットというものはハイブリッドロケットと呼ばれるロケットであり、開発に向けた基礎研究を行っております。実用化されるように基礎燃焼試験を通してこちらの燃焼特性を把握することによって、環境に優しく、そして信頼性を持つことができるハイブリッドロケットが実用化されるように研究をしております。熱力学、化学工学を基礎として、物の燃え方を科学する燃焼工学という分野を専門分野として勉強しております。僕は博士後期課程卒業後、研究者として大学に残り、学生とともにロケット開発することを将来の夢としています。供電分野や弱電分野の電力系、全般の勉強であったりとか、あとは情報通信ネットワークの研究から、光を使ったデバイスを主として研究されている方であったり、自分のようなバイオセンサー寄りの研究をされている方など、さまざまな分野の研究なども行っております。想像したものをすぐに形にできるような、そういった充実した研究施設、設備が充実しているなと思いまして、実験内容を考えて、好きな時間に好きなだけ研究ができるような、そういった、自由な環境ではないかなと思います。世界で最も薄い濃度、低濃度のものも検出できるような超高感度のバイオセンサーを開発したいと考えています。私は脳科学に関連する研究をしています。情報系ではプログラミングから始まって、機械学習や自然言語処理であったり、あとは脳科学に関することを勉強しています。錯視のメカニズムについてを研究しています。頭の脳の中で視覚がどのような処理をしているのかということを知るためにその研究をしています。情報系のことと脳科学に関すること2つやっている学科だっていうことが特徴だなと思って、将来的にそっちの方面を勉強できたらいいなと思って、その技科大に進学しました。工学を志して入っている学生が多いので、周りの子とすごい話が合うなというのはすごく感じます。みんなで教えながら、わからないところについて勉強したり、進路決めれるような環境かなと思います。人の感性であったりとか、好む色は何だろうか、そういうものを科学的に調査して、こういう色を出せば何パーセントのユーザーから効果を受けますとか、そういうような実証データを出せたら工学に貢献できるんじゃないかなというふうに思っています。化学系の学科と生命工学系の学科が入り混じっている学科で、有機化学や無機化学などを学んでいます。私が研究しているのは、細胞にプラズマを当ててその時の応答を見るという研究をしています。プラズマを当てた時にがん細胞が死滅するということは分かっているんですけれども、そのプロセスが分からないと医療の応用などに使えなくて、でもそのプロセスがはっきりと分かることによって安全に医療などに応用することができるといったことがあります。うちの研究室は今1対1の男女比率になっていて、女性がすごく多い研究室だと思います。新しい触媒を作っている有機系の研究室とかがたくさんあるので、そういったところが応用化学というところになるかなと思います。卒業後はできれば研究職について、医療機器などのメーカーに入りたいなと思っています。それでがんに悩む人たちを早く救えるような研究をしたいと思っています。
建築都市システム学科は2つのコースに分かれています。建築コースと社会基盤コースです。私は社会基盤コースなので、主に水耕水利、環境システム、交通計画などの社会基盤と関わるの専門を勉強しています。風評化の問題に対して、その発生原因はBAP という化学物質なので、その栄養塩は今の分析方法は長時間かかりますので、そこで私の研究はさらに短時間効率高いの分析方法を開発しています。光線からの編入生のために独自なカリキュラムが組まれているので、光線から学んだの知識をベースとして、さらに大学で幅広いの専門知識を深く学べることができるので、そのきっかけでこの大学に志望しました。将来は水環境と水処理の分野で立派な建設コンサルタントになりたいです。特に発展途上国での水環境の改善と上下水道の整備について貢献していきたいと考えております。